近いところから参りますか。5年前の。そうですね。全国オーディション。そうだね。うん、私たち一緒だったもんね。一緒でしたね。うん、でもね、ひときわやっぱ目立ってましたね。オーディションの時から。うん。なんか言うこと聞かないなと思ってでもそういうのがすごく逆にこう素直で、彼はなんか嘘をつかなかったっていうか、オーディションの時もなんかこう自分をよく見せようとか、なんかそういうのが一切なくて、こうありのままの野村周平って感じがした。こういうとこ人と違ってたなみたいなのがあんちゃんから見て、言ってもそんな見てないから私も見てない私も自分のことでいっぱい、いっぱいだったんだけど、でも周平君と初めて会ったのは、合宿の時、私たちのオーディション合宿があったんだよね。そうです。そう、合宿があって、最初書類、その後地区予選で、その次に千葉で合宿をやって、その時初めて会ったんだけど、なんかやっぱこうバスとかで移動とかする時も、やっぱね、彼だけはね、なんかもうバスの中でも違った。でもいろんなメンツいましたよね。そう、すごい個性強い人がやっぱりたくさんいたけど、すごいチャラいやつもいれば、すごいなんか真面目な人もいれば、ただうるさいやつもいればって、すごいいろんな。全部自分のこと。いや、俺じゃない。チャラくないでしょ。まあ、まあ、どっちでもいいです。そんな野村君は どういう心境だったんですか。いや、別に僕はその真剣じゃないって言ったら失礼ですけど、まあ、そんなにいい意味で受かる気がない風に見えてたんですよね。だから別に真剣じゃなかったっていう感じですね。私たちの時、多選だったんですよ。はいはい。だから推薦人の人がいて、それで私たちはこう受けたって感じで、で、周平君はお父さん、お父さんが勝手にで、私は友達、まあ、私もともとリストラされて、まあ、この業界に入ることになったんですけど、就職活動してる時に友達がパソコンでアミューズのオーディションをネットから拾ってきて、で、そこにでっかくグランプリ取ったら賞金100万って書いてあって、それで友達がね、今ほら仕事ないしこれでもし100万取ったらちょっとしばらくやっぱ生活の足しになるんじゃないって言ってくれて、私もだからそっからです。だから予想外の展開だったんです。でもやっぱり嬉しかった。嬉しかったですよ。やっぱハローワークから帰った後に電話あったし、気持ちも沈んでた時にそういう風に楽しかったことを思い出させてくれて、でしかも契約しませんかってお話だったから、なんかこれはちょっとやっぱ運命を感じたし、なんかやっぱこう芸能界ってそんな誰もがね入れる、簡単にねこう入れるところじゃないから、こういうチャンスをちょっと逃しちゃいけないと思って。だってさ、最初怖くなかった、上京してくるとき。いやでも高校生だったんで何もなかったですからね、別に失うものもなければ、まあ、とりあえずもう受かっちゃったし、入らなきゃならないっていう状況下だったんで、まあとりあえずもういいかと。やっぱ当時からこう彼は本当物おじをしなかった、一番最後の最終審査は私たちは両国国技館 で、それこそアミューズの 株主総会があったんだけど、その株主さんが私たちをこう投票してこう審査するっていう感じだったんだけど、あんな大きい会場でたくさん株主さんたちがたくさんいる前で、もう彼は堂々となんかドゥーンって やってましたね。やってたよね。一発ギャグやってました。村上さんのモノマネドゥーンって。思い出したくない両国国技館でドゥーンってやって、でも両国国技館で誰かの顔真似やってたじゃないですか。あ、私もだから長澤まさみさんとかやったしそういうこと友近さんがやってるキャサリンの、もう真似の真似でしたけど、そういうのやったりとかして、懐かしいね。やっぱ緊張したよね。いや、しますね。すごい、もうやっぱ怖かった。私は怖かった。だけど私はもうやっぱエントリーナンバー1番でどうせ落ちるんだろうっていう、もうちょっとね、そういうなんかある意味腹くくれたというか、なんか切り替えて、気持ち切り替えてできたから呼ばれる時も緊張しましたよね、最後の。呼ばれた時どんな気持ちだった？泣いた。で、私親が見に来てて、両親が見に来てて、でちょっとね視界に入ったんですよね、親が。お父さんがこんなことやってやるよね、こうやってやってて、もうそういう視界に入って、なんかそれがすごいなんか嬉しくって、なんかとそう泣いちゃって。そう。野村くんはグランプリって言われた時。でもまあグランプリになったから言えるんですけど。
最初やっぱ部門賞へこうやって上がってくるわけじゃないですか、うん、でグランプリだと思ってたやつが部門賞に行って、うん、うわこれじゃあ最後の最後まで残るの怖かったんですよ。じゃあもうどうせなら部門賞を取っときたいみたいな、はいはいはい、怖いし、うん、あでも取ってんじゃねえかなっていう期待もしつつだったんで、うんうん、だから取れた時ははぁっていう顔を嘘で作りました。嘘で作ったはぁっていう緊張しちゃってこわばってたから、やったーという、うん、内心なんかパネル上げてたもんね、こうやって100万のあのパネルこうやって上にやったって言って、その時は100万円だった、100万円だった、そう100万円だから今回すごいですよ、そう3倍ですかね、私も受けたいもん、うん、受けたら、うん、どうぞ、うん、受けないです本当、じゃあ私もいいや